はにゃー、怖いなー、怖いなー。昨日コンビニで商品取り忘れてお釣りだけもらって帰ろうとしました。怖いですよねー、恥ずかしいですよねー。申し遅れました、私稲荷の外川万次と申します。いい子お見知りおきを。さあ本日は運でもってその方を A さんとした時の心霊企画、都道府県心霊スポット紹介だ。今回は福島県に位置します。福島県だ。キーボード右下の変換だけどっか行ったんですよねー、怖いですよねー。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部コタクです。さあ今日なんですが、人気企画都道府県心霊スポットシリーズでございますね。大体3分の1ぐらい紹介したと思いますね。毎回途中であれこの県やらなかったっけってなってますよね。なんせまだ26だから。さあ今回は山口県とオーストラリアの間でできた湖でおなじみ福島県の心霊スポット紹介したいと思いますね、形がね。ということで早速ですね、雰囲気作りのために福島県にまつわる恐怖体験から。これはとある夏の夜、 K さんが実際に体験した話です。当時大学生だった K さんは学校も夏休みに入り、特にやることもなくこの夜も暇を持て余していました。そこで2人の友人 Y さんと A さんとしましょう。この2人を家に誘って3人でこれから何をしようかと話し合いになります。しかし当時3人ともお金がなく、選択肢はそこまでありませんでした。そこで A さんがこう言います。あそこへ行ってみないか。何を青春の18切符みたいなことを言ってるんだと思いましたが、 A さんが言うそことは県内の誰もが知る有名な廃墟でした。最初は嫌がっていた2人でしたが、 A さんに説得され渋々行くことに。早速車を走らせます。ナビで確認しながら3人は目的地のある山奥へ。車が進むにつれ辺りはどんどん暗闇に包まれていき、とうとう街灯すらなくなります。雰囲気が出ていいね。3人はそんなことを話しながら車を走らせることおよそ30分、突然目の前に巨大な建物の影が姿を現します。3人は懐中電灯を片手に早速建物の前へ。無駄にでかいし3人で分かれて散策しねえか。いいよ、じゃあ20分後またここに集合で各自写真撮っといてな。そう言いながら3人は解散します。恐ろ恐ろ入っていく K さん、確かにかなり不気味ではあるが特に何も起きず、そのままパシャリと写真を撮り、約束の20分後3人は入り口へ。何かあったか。いや何もなかった、車に行って確認しよう。3人は車でそれぞれが撮った写真を確認し合います。しかし特に何も写っていません。心霊スポットっつっても大したことはなかったな。そう言いながら3人はこの日それぞれ帰宅します。家に帰ると K さんはその日を振り返りながら、なんとなく不完全燃焼な気持ちになり、彼女を家に招くことに。早速電話をして、来る時にお酒とおつまみでも買ってきてくれと頼みます。そして数分後呼び鈴が鳴る。あれ来るの早いな。そう思いながら扉を開けると、そこには手ぶらの彼女が立っていました。あれ頼んだものは。ごめん急いでて忘れちゃった。マジか、ちょっとだけビールあるからそれでも飲もっか。二人はテレビを見ながらビールを飲んでいました。そしてしばらくすると再び呼び鈴が鳴ります。誰だろうこんな時間に、無視しようか。しつこく呼び鈴が鳴り始めます。しつけえな。どなたですか。そう呼びかけた瞬間、いきなり鍵が開き、ドアが勢いよく開きます。そこにはなんと先ほどまでリビングにいたはずの彼女がコンビニの袋を片手に立っています。あれなんで、なんでってさっき来てって電話したじゃん。ほらお酒買ってきたよ。そう言いながら彼女は部屋へと入っていきます。ねえさっき玄関開けるまで誰と話してたの。いやいやおかしい。 K はどんどん青ざめていきます。あのさちょっと聞いてほしいんだけど。 K さんはその日のことを全て彼女に話します。話し終えると二人はなんとなく嫌な感じがしてファミレスで夜を明かすことに。そして次の日、二人の友人に昨日あったことを連絡し、三人はお祓いに行くことに。早速お寺に到着して中に入ります。するとお帰り、そう言いながらお寺の住職さんが出てきます。いや僕ここ来るの初めてなんですけど。 K さんが恐る恐るそう答えると、住職さんは続いてこう言います。あいや君じゃなくて君の後ろにいる女性だよ。キャーテトラポッド登っててっぺん先に。はい、ということでせっかくのムードが台無しになってきたところで、福島県の心霊スポット紹介に移りたいと思います。ちなみにこの話の意味分かりましたか。分かった方コメント欄でお願いします。早速行きましょう。1つ目、高子沼グリーンランド。桜咲くみたいな響きですけど、はい、こちらはですね福島市にある現在は廃墟の遊園地でして、かつては県内最大かつ初めてできた大型遊園地だったということで、かなり多くの方で賑わっていました。しかしその後次第に客足が減っていって、施設の老朽化が進んでいくと、オーナーが1999年にリニューアルオープンを図ったんですが、結局は断念されまして、現在では閉鎖されているんですね。こちらの噂なんですけど、閉鎖した理由としてジェットコースターの死亡事故があったとか、近くの展望台でカップルが自殺したからというね、あまり良くない噂があるそうでして、で閉園後はですね一目置かれる不気味な場所として有名になっていて、台湾の世界の恐ろしい場所ランキングにも選ばれてるそうでして、ここでの体験談というのがものすごいあって、中でも遊び半分で行ったら精神に異常をきたしたっていう話が多いんですよね。特にですねこの遊園地内に設置されてあるとある彫像があるんですけど、それを見て発狂する人が続出して、像が
がまず撤去されたっていう伝説があるんですね。メデューサか。現在では遊具が撤去されてソーラーパネルっていうのが設置されてるみたいなんですけど、当時ジェットコースターがあった場所に行くと女性の悲鳴が聞こえてくるっていう話も有名ですね。くれぐれも皆さん遊び半分では行かないようにしてください。勝手に入ると人生ジェットコースターになりますよということです。次です、2つ目、幽霊ペンション。こちらはですね、他のメディアでもかなり取り上げられてて、マニアなら誰でも一度は聞いたことがあるという有名な心霊スポットなんですけど、福島でも最強の心霊スポットの一つと言われています。正式名称がですね、沖縄島ペンションでして、この言葉並び替えるとほぼ直木マンションなんですけど、猪苗代町という場所にある昼間でも薄暗い不気味な林の一本堂の奥にポツンと佇むペンション跡です。見た目がこんな感じなんですよ。こういうなんかちょっとした西洋な作りが逆になんか不気味ですよね。ここの噂話としては、オーナーが地下のワインセラーで自殺したとか、一家心中があったなんか言われてますね。また先ほどと同じように廃墟遊び半分で訪れる人の間で実際に心霊体験も多くて、老人が入り口にポツンと立っていたとか、2階の窓から女性がこっちをずっと見つめていた、中には実際に幽霊に話しかけられたっていう体験談もあるんですよ。トントン、怖いですよディーつって。かなり老朽化進んでるんですけど、パッと見ルイージマンションみたいですよね。まあ、中には勝手に入らないでください。まだここあるんですかね。福島の方いたら教えてください。次です、3つ目、旧三森トンネル。はい、出ました旧トンネル。基本出るのは旧の方ですね。ここは県道6号線の旧道三森峠にある、今は使われていないというトンネルです。そもそもね、この三森峠自体幽霊が集まりやすい場所っていう風に言われていて、福岡でいうところの犬鳴き峠ですね。頂上あそこ電波ないんですよね、令和なのに。ここではですね、歩くと後ろからひそひそと人の声がしたりとか、視線を感じたりといったことがよくあるそうなんですよ。ただまあそれだけだと僕の学生時代と一緒なんですけど、その中でも特にヤバいのがこの旧トンネル。今は道が塞がれてて行くのがかなり難しいみたいなんですけど、なんか今天井からすっごい見られてる感じしたわ。めっちゃ怖かったの。話を戻しますと、トンネル内でクラクション鳴らすと幽霊が出る、首なしライダーが出没する、トンネル脇にある電話ボックスに女性の幽霊がいるなどの体験談が上がってるそうです。全部やん。あとババア系が出たらコンプリートですよ。てかやっぱ皆さんね、聞いてて思うと思うんですけど、トンネルの心霊スポットってすごい多いじゃないですか。これなんでなのかなと思って調べてみたら、妖怪手相超人でおなじみ島田秀平さんがちょっと面白いことを言ってまして、昔ながらのトンネルっていうのが出入り口付近が広くて、中心に向かって圧力がかかって狭くなってってるから、いろんなものを引き寄せやすいんですって。あとですね、やっぱトンネルには湿気が溜まりやすくて、湿気があるとこには心霊現象が起きやすいっていうのも挙げてました。風呂場とかトイレとかも同じ原理ですよね。こういった心霊スポットでトンネルがよく出てくるのはそういった理由かもしれません。次です、4つ目、薄い女子寮。対義語は濃ゆい男子寮ですね。こちらですね、郡山市にある廃墟でして、郡山駅前にある薄いというね、百貨店のかつて女子寮として使われていた建物です。1980年代までは使われていたんですけど、87年頃から使われなくなった廃墟として残ってるんですけど、ずっとあるらしいんですよ。でこの建物の立地が、なんでこんな場所にこんな建物あるんだろうっていうような不思議な建物として知られているそうで、有名な話でいくと入居者が自殺したりとか、女性同士で揉め事になってめった刺しなんて噂があるんですよ。で現在はですね、この建物自体にもう木がすごい生い茂ってて、肝試しで入ったら耳鳴りがするとか、他の部屋から足音がするなどの体験談が上がっています。またですね、ここの一室だけ他の部屋よりも明らかに気温が低い部屋があるそうでして、そこが特に危険だと言われています。冷房いらず霧が峰中市ですね。ただね、やっぱ私有地なんで勝手に入れないようにしてください。次です、4つ目、横向きロッジ。夜の街クラスターみたい。お次も廃墟です。今日廃墟多めですね。こちらですね、猪苗代町にある巨大なホテルの廃墟でして、幽霊マンションに並ぶ福島県でも最強の心霊スポットと言われています。ちなみにここ冒頭の体験談があった場所ですね。正式名称が横向き温泉ロッジでして、どっちでもいいんですけど、これ1984年ぐらいに閉業してるんですけど、最初に紹介した高子沼グリーンランド、こういったものとは違って、特に事故とか事件の噂とか記録はないのにもかかわらず、地元民からは非常に恐れられてる場所なんだそうでして、ここでは特に子供の幽霊の目撃が相次いでいて、浴場に現れる女の子とか、3階の窓から手を振る男の子の幽霊とかが有名ですね。また地下に大広間があるそうなんですけど、ここが幽霊の巣窟と言われてるほどヤバいらしくて、テレビでも結構何回か取り上げられてるんですけど、あの稲川淳二さんとこれ読むんですかね、この方が霊力の強さに圧倒されまくったっていう話があるそうですよ。これは本物ですよ。僕ら常人なら間違いなく正気ではいられない場所ということで、ここも近づかないようにお願いします。次です、6つ目、西の河原。出ました。ここはですね、いわき市にある水子、つまり親より先に亡くなった子供を供養するための場所でして、場所が海岸に面した洞窟の中にあるんですよ。そもそもこの西の河原っていうのが三途の川の岸辺のことでして、自分の親よりも先に亡くなった子供はこの西の河原で石を積み上げないとあの世へ行くことすらできないっていう話から来てるんですよね。あれなかなかひどいですよね。石を積み上げて9個目とかで鬼が来て全部壊していくっていうね、もうガキよりもガキですよ。じゃあなんでこの洞窟がそう呼ばれるようになったのかと言いますと、ポイントとしては海に面してるというところでして、かつてここでは子供の水死体が流れ着いていた場所なんじゃないかと言われてるんですよ。これ大昔の日本の話なんですけど、貴族とか武士がお金を独占していた時代ですね。貧しい村人たちの間では子供が生まれても育てることができずに殺してしまう間引きっていう風習があったと言われていて、その間引かれた子供が川とか海に流されるから、これが水子って呼ぶ語源だと言われてるんですね。で話を戻すと、要は
このいわき市にある西の河原には間引かれてしまった子供たちが流れ着いていた場所ではないかと言われてるんですよ。実際ここいろんな番組で取り上げられて、番組内で幽霊が多すぎて霊能力者が番組をほったらかして逃げたっていう逸話があるんですよ。またですね、この場所に行くと体調不良になったりとか、洞窟から無数の視線を感じるなどの体験談が上がっています。ここでやっぱりふざけた真似をするのは本当に危険なので、訪れる際は異例の気持ちを持って行ってください。次です、7つ目、赤い部屋。懐かしいですね、久しぶりゲームしたいですね。こちらはですね、西白河郡矢吹町にあるハイアパートの一室でして、入り口から見て3階の右側の部屋だけなぜか赤いブラインドがかかっているという部屋があるんですけど、ここが通称赤い部屋と呼ばれています。噂ではこの部屋の上に住んでいた家族の子供の泣き声が夜中までものすごいうるさかったのが原因で、かつてこの部屋に住んでいた男性がノイローゼになった後自殺したと言われてるんですよ。またこの男性が自殺して以降ですね、その部屋に無言電話が毎日かかってくるようになって、それが原因で彼の家族もノイローゼになって一家心中したっていう話があります。負の連鎖レベル100ですよ。この噂話を聞きつけて肝試しに訪れる若者も多いんですけど、赤い部屋に近づくと電気が通っていないはずなのに中から電話が鳴り響くとか、また部屋の中にある三面鏡を覗くと全く知らない人が映るという話も有名だそうです。よう覗けるような。またですね、他の部屋も生活用品がそのまま残ってる部屋なんかがあって、引っ越し以外の何かしらの理由があって急遽家を手放したんじゃないかとも言われてますね。こういうのが一番怖いですよね。現在ね、この赤い部屋っていうのが火事があったのか黒焦げになってるらしくて、赤いブラインドも全部焼かれてるそうなんですよ。落書きとか相まってかなり不気味だし、やっぱ危険なんで家庭の中に入らないようにしてください。聞いて怖いなーつって終わらせてくださいね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は福島県の心霊スポット紹介でした。この調子で皆さんの全国制覇したいと思いますんで、次こそは我が県よという方がいればね、ぜひコメント欄までお願いします。お次に紹介されるのはあなたの家かも頭かもしれません。はい、せーの、ダメー。いやー、怖いだ怖いだ、そろそろ夏ですねーってもう10回は言ってます。怖いですよでー、夏前にホラーの企画なくなりそうですけどもでー。あー、申し遅れました。私稲荷の戸田が万事と申します。いいの面白いよ。さあ、本日は運でもってゾッとする手術です。これまでも海、山、川、宇宙、島と、あとはあれをいろいろとこうたくさんやってきましたけども、本日は人形にまつわる怖い話をやっていきたいと思います。蒸し暑い蒸し鶏サラダみたいな夜にヒヤッとして帰ってください。怖いですよでー。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今夜は人形デップでございます。ツイッターの DM にドールオーナーを名乗るリスニーさんからリクエストがありました。ドールオーナーってかっこいいですよね。まあ、僕も嘘つくときに使おうと思います。ありがとうございました。早速なんですけど、皆さんは人形には魂が宿るなんて言葉聞いたことないですか。まあ、厳密には念が宿るとか言われていまして、まあ、特に人間の愛着が湧いたりする人形とかには意識が目覚める場合があると。そうすると次は次第に意思を持ち始めるなんて言い伝えが昔から存在しています。まあ、人形を使った高齢術で一人かくれんぼとかも存在してますよね。あの、定期的にパリコレさんが一人でやるやつですね。あれ逮捕されるってマジっすか。あれちょっと話それましたけど、まあ、そういった持ち主の念が宿るという場合もあれば、肉体を持たないすでに霊魂である浮遊霊が入り込む場合もあるんですね。まあ、そういったものを題材にした作品っていうのがあの有名なチャッキーですよね。口の中にポンプ突っ込まれて顔が膨らんで死ぬところはちょっとかわいそうと思いましたけど、まあ、今日はそんな人形にまつわる実体験とか事件などを紹介していきたいと思います。早速です。1つ目、ケツのアナベ、すいません、アナベル人形。はい、まあ、こちらホラー映画好きなら知らない方はいない名作なんですけど、映画資料館シリーズに登場した呪いの人形なんですけど、まあ、この資料館シリーズっていうのが、まあ、実話を元にして作成されたということでも有名でして、まあ、実際にこのアナベル人形っていうのは実在していて、ウォーレン夫妻が管理していたというものになるんですね。まあ、本物の見た目っていうのがもっとふわふわで、ラガディアン人形と呼ばれています。この人形にアナベルという少女の霊が宿ってるっていう話なんですね。まあ、最終的には現在までこの夫妻の管理するオカルト博物館に展示されてるんですけど、このガラスケースには触るな開けるなっていう注意書きがされてるんですね。まあ、全部そうなんですけど、である日ですね、この注意書きを無視してこのアナベル人形のケースを叩いた男性がいたそうなんですけど、まあ、その後間もなくバイク事故で死亡したっていう話があります。まあ、中にはですね、神父がやってきて悪魔よりも神の力の方が偉大であるっつって、なぜかそのアナベル人形を放り投げたアホ神父がいたんですよ。その帰り道トラックとの大事故に巻き込まれたそうです。即落ちの2コマです。で、この夫妻の親族もこれまでの中で一番ヤバいのがこのアナベル人形だと言ってるぐらいで、まあ、このルールとしては目も合わせちゃいけないというものがあるんですよ。まあ、これがちょっと恐ろしくて、目を合わせると認識されちゃうからだそうです。次です、2つ目、ハローキティ事件。
はい、とマジでこちら閲覧注意なんですけど、絶対に検索してはいけないワードってあるじゃないですか。あれでも上位に入るぐらいの事件なんですけど、1999年ですね、香港、世界で最も外国人訪問者の多い都市であった香港なんですけど、ここに存在していたナイトクラブで働いていた A さんって方がいたんですけど、この A さんは祖母の病院代のために勤務していたんですね。しかしそれでもお金がなくなってしまって、A さんはとある人物にお金を借りてしまうんですね。それがちょっとよろしくないグループのリーダーだったんですけど、この一向に返済の目処が立たない A さんに対して、彼らは拉致監禁、その後1ヶ月間にも及ぶ暴行の末 A さんを死亡させたんですね。その後彼らはとんでもない行為を行います。それが証拠隠滅のために A さんをバラバラに、その後頭部だけは身元の判明を恐れてストーブで釜茹でした後にハローキティの人形の中に詰め込んだんですね。この残忍な行為からこの事件名がついたんですけど、でこの事件が発覚したとあるお話があって、この事件が起きて2ヶ月後、孤児院で生活していた13歳の少女がこの被害者の女性の幽霊に自分が取り憑かれる夢を見るようになるんですよ。でそれが怖くなった少女が孤児院の先生に相談するんですけど、普通だったら怖い夢見たんだねで終わるじゃないですか。ただあまりにも場所とか状況がリアルなので、この孤児院の先生が警察に通報して捜査してくれということで、捜査したら出てきて、これで事件が発覚することになったんですね。じゃあなんでこの少女はこんな夢を見るようになったのか、一つはオカルト的な観点から見られていたんですけど、実はこの少女は犯人の一人と交際していて、当時犯行に加担していたんですね。なので、少女が本物の霊を見たっていうのか分かりませんけど、その罪悪感から毎晩悪夢にうなされてこの事件を自供したんじゃないかということなんですね。この3人というのが最終的には終身刑で、一人は前日にいなかったとかなんかで禁錮18年の刑になりました。ただもしかしたら殺害された女性の念が人形に宿り、少女に夢を見させていたのかもしれないというお話です。人形抜きにしてひどい話ですよね。次です。3つ目、写真を撮るだけで呪われる人形。はい、とお次はですね、ロバート人形と呼ばれているものなんですけど、アメリカのアーティストロバートユージン・オットーという方のものだったんですけど、1904年頃ですね、このオットーの祖父がですね、ドイツにてこの人形を孫のプレゼント用に購入したんですけど、実際後に博物館が調べたら、このロバート人形というのが商品として作られたっていう痕跡がなくて、おそらく店頭ディスプレイ用に置いてあったものの一つじゃないかとされてるんですね。なので祖父は譲ってもらったという形になると思うんですよね。でこのオットーはですね、この人形をもらって大事にしていたんですけど、次第にこの人形何かおかしいって言い出すんですね。っていうのが、このロバート人形とオットーが年を重ねるごとにですね、周囲もですね、非常に奇妙な出来事が起こっていることに気づきます。当時ですね、ものすごい大きな屋敷に住んでいたんですけど、近所の子供たちがこの屋敷の前を通ると、2階の窓にロバート人形が顔を覗かせているってことがあったそうで、次第に子供たちも気味悪がって、その屋敷を幽霊屋敷つって避けるようになっていたんですね。さらにですね、花瓶が割れていて、そこにいたロバートに問い立たすと、いや僕じゃないと泣きながら怒ったりとか、次第にこの人形が夜な夜な僕がロバートだよって喋り始めたと言います。これで恐ろしくなった家族は、ロバートとこの人形を引き剥がすんですね。で後にですね、もらった方はフランス人の女性と結婚して、その後ですね、生まれ育った屋敷へと移り住んでいって、そして1974年、この夫が亡くなった後、マートル・ロイターという人物がその屋敷を購入したんですけど、購入した屋敷にこのロバート人形残っていたんですよ。なんであるの、引き剥がしたんじゃないのつって、で誰かがこの夫の話をすると、ロバート人形の顔つきが変化したっていう話も残されていて、1994年ですね、このロバート人形はイースト・マテロー博物館へと寄贈されました。現在でも写真を撮るだけで不幸になるなんてことも言われていて、でこの人形というのが、冒頭にも言いましたチャイルドプレイでおなじみチャッキーの元ネタになってると言われています。でここがね、寄付されて飾られてからものすごい観光客が来て、このロバート人形というのが、重要な観光資源になってるそうですね。いやちょっと複雑ですけどね、このように歴史ある人形が博物館に展示されるっていうのはよくある話なんですけど、こういったことを意図的に行ってやりすぎてしまうと思わぬ炎上を招くこともあるんですね。お次はですね、以前軽く紹介はしたんですけど、追加でご紹介します。ユニバーサルスタジオジャパン呪いの人形事件。はい、とこちら2016年に楽しいでおなじみユニバーサルがですね、日本人形を使ったホラーアトラクションを作って炎上しました。でこれ内容がですね、来場者は人形の呪いを沈めるために進んでいきましょうというもので、これに対して人形のメーカー400社ぐらいが加入している日本人形業界というのがあるんですけど、そこが日本人形イコール負のイメージってなめとんかと営業妨害だっつって抗議文を出したんですね。しかしユニバというのがめちゃくちゃ強気でして、いやいや日本人形が怖いってイメージは別に元からあったやろっつって続行したんですよ。いや言い分わかるけどって話なんですけど、ただネットではいやもう供養されてる人形に対して呪いを鎮めるために進んでいこうってちょっとかわいそうじゃないかっていう声が出たんですけど、このコメントで、いやこれいつか病院を舞台にしたホラーが病院が営業妨害だからやめてくれっていう時代が来るかもしれないっていうコメントがあって、それはああなるほどなと思
思いましたけど、まあただ人形っていうのはね神聖なものでもあるので、まあ、そこの違いですよね。なんかあとは寄付してくれた人の、まあ、許可とかは特に取ってなかったということで、まあそれはまあ炎上する要素はたくさんあったということです。で続けて最後にですね、まあ、この日本における人形といえば人を呪う時の道具としても使われますよね。そう、牛の刻参り。まあ、未だにですね、実際に行われている儀式の一つでもあるんですけど、実はこれ、江戸時代にはその手法というのが確立されていたと言われていて、まあ、これ知らない方のために言うと、簡単に言うとね、藁人形を使った呪いの儀式なんですよ。衣装は白装束。ちなみにこれ新品じゃダメで、まあ、神社の神主さんとかが着用していた白い人への正式な白装束が必要です。さらに道具として五徳って呼ばれている、まあ、昔の調理器具があるんですけど、あれを逆さにして頭に被るんですよ。その先にろうそくを刺して火をつけるんですね。へえ、楽しい。ですよね。で他にもですね、ものすごく細かいルールあるんですけど、いや誰得なんで割愛します。じゃあもしですよ、この呪いで人を殺した場合、罪に問えると思いますか？結論、無理。理由は日本がオカルト現象を否定しているから。科学的に不可能だとされている方法で相手を殺したと言い張る者がいた場合でも、司法の世界ではこれを不能犯と呼ぶ。恨んでいた相手がたまたま死んだだけという解釈をされてしまう。呪いたい相手がいたらみんなもコメント欄で教えて。アナベル法律事務所、はいと久々出ましたけど、ただ実はこれ脅迫罪になる可能性があって、実はこの牛の刻参りのルールで、自分が牛の刻参りをして、まあ、やってる姿を見られるのはダメなんですけど、まあ、それをした後にお前のことを呪ってるぞっていうのを相手に伝えるというものがあるんですよ。なのでそれを告げた時に相手が脅迫されたと警察に相談すれば罪になる可能性があります。っていうのもですね、昭和29年にですね、実際にこの牛の刻参りによって呪いをかけた女性が脅迫罪で逮捕されるっていう事件が実際にありました。でこれ被害者の男性が、まあ、女性関係のもつれから恨みを買っちゃって、まあ、女性がこの牛の刻参りをし始めた頃からですね、自分の胸に痛みを感じて実際に倒れて運ばれたんですよ。で医者に診断を受けたんですけど、原因が不明で、これなんか呪うとか言ってたなってちょっと怖くなっちゃって警察に相談して発覚したんですね。いや呪い聞いとるかなこれ。で警察はこれを超常現象として捜査したっていうね、数少ない事例でもあるんですけど、ただ呪いを裁く法律はないので脅迫罪で逮捕されまして、まあ男性は元気になってったってことなんですけど、まあこの判例が元になって、まあ今でも呪っている相手にお前を今呪ってるぞって告げると脅迫罪が適用されることがあるそうなんですね。まあまさに人を呪わばアナベル、うまい、どこがということで。いやー、怖いですよね。申し遅れました。私、稲荷の外川万事と申します。以後、おーむしゃっくん。さあ、本日は運でもって久しぶりの心霊写真のコーナーです。今日はスペシャルなゲストがとんでもない写真を持ってきてくれました。一緒に見ていきましょうね。このサラサラっとコラボ仕上がる感じ、怖いですよね。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。さあ本日なんですが、夏も近づいてきたということで、なかなか近づかないですね、こればっか言ってるんで。久しぶりの大人気心霊写真企画をやりたいと思います。本日は久しぶりということもありまして、普段だったら視聴者さんのを集めてるんですけど、今回はですね、あの島田秀平さんと撮影させていただきまして、実際はですね、僕コラボ実写のチャンネルの方でやってたんですけど、今回それも同時に上がってます。その撮影の際にですね、なんかお前心霊写真あるって聞いたら、あるけど見るみたいな言われたんで、今回ですね、えりすぐりのやつを公開していただきました。あの一つ注意なんですけど、結構ガチで怖い、シャレになんないぐらい怖いんで、ガチホラー苦手だよって方はね、ブラウザバックして島田秀平の誤解運チャンネルでも見た方がいいと思いますね。であとですね、まあ実写で撮影してるんで、急にでっかいブス出てくるんですけど、そこはあんま気にしないでください。それではご覧いただきます、どうぞ。いや言わんかい。いやすいません。言わんかいって。ええ、すいません。緊張してんのよこっちも。そんなわけないでしょ。じゃあまず言っていいですか。はい。私島田秀平の心霊写真コレクション、はい、ありがとうございます。まず1枚目は、はい、こちらまず説明させていただきたいんですけども、はいはい、あの東京の檜原村っていうね、かなりこうちょっと奥まった場所に、はい、カノト岩というね、あのパワースポットがあるんですよ。これ神の戸の岩と書いて鹿の戸岩っていうんですけども、まあ、めちゃくちゃ自然あふれて気持ちいい場所なんですね。でここはいいんですが、この奥にね古いトンネルがあるんですよ。でここがちょっとね、まあ有名な心霊スポットになっていて、まあ、いろんな、まあ、ものが見えるとか、不思議な現象が起こるっていうふうに言われてて、まあ、夜行くと良くないって言われてるんですね。で僕の後輩芸人オキシジェンというコンビの三好くんっていう方が、はい、そういうの一切信用しないんです。関係ないですよ、はい、もしいるんだったらもうなんか映ったら面白いですよねぐらいな感じで、一番いけない心霊スポットに行ってふざけてしまった。そのトンネルの前でふざけて撮った写真、この写真を見た時にみんなやっぱりふざけちゃいけないんだなというふうに思った写真でございます、はい、その写真がこちらです。こういう写真なんです、ね、トンネルですね、はい。でちょっとこうね、ジーンズ姿でシャツ着てわーってやってますけど、うわちょっとおかしいですよね。
これですね。まずなんか 手とかもちょっと、うおー何これ、なんかブレてるというか変な感じなんですけど、なんか見たことないこの被り方してますよね。そうなんです。でやっぱ一番怖いのは顔なんですよね。うわすごい、これこれね、あのまず言っときますけど、なんかブレてんのかなって思うかもしれませんけど、ちゃんと静止した状態で写真撮ってます。動いてないです彼は一切。ですよね、これ背景とかは完全に静止してる状態じゃないですか。なんかがちゃんとしてるじゃないですか。そうなんですよね。えこれなんか上に本当に表情かぶせてるみたいな感じの写り方してますね。この枠の感じとか、なんかやっぱり顔の上にもうひょっとこのような別の顔が張り付いてるかのような、あの三好くんなんですけど、全然ねこんな顔じゃないんですよ。顔の大きさから違いますもんね、まずそもそも。そうなんですよね。この後とかなかったんですか。一応、まあ、そこまで何かあったって話は聞かないんですけど、これやっぱりあの見る人が見ると、いややっぱりちょっと怒らせてるよねって、その辺にいる、まあ、霊がバーッとこう張り付いてきてしまってる状態なんだけども、僕はこの写真見て顔が一つだけ張り付いたと思ったんですけど、霊能者の方曰く 3,4 体の顔が張り付いてるっていう風に、まあ、言われたという写真です。ちょっとやっぱり良くないんだなっていうね。ちょっとごめんなさい、はい、今言って、何かありました？いや、あの何でしょうね、 iPhone じゃないですか、顔認識して勝手にアルバムに保存するやつあるじゃないですか。ピープルね、ピープル、うん、ピープルにこの顔が保存されてるんですよ。偉いもんでピープルにはこの顔だけですよね、うん、同じ顔はやっぱ保存されてないから。そりゃそうでしょ。ボケてますよ今。ボケてないんですよ。別にそれ言わなくてもいいじゃん。心霊写真で今怖がらしたいっていうので今やってるのに、こっちも雰囲気作ってるのに、それ別に言わなくてもいいじゃん。めちゃくちゃおもろいですよ。ピープルなわけないもんだって。どうすんのよ。一応こういうことになってますよ今画面は。いやこれだからもうこれでも怖いですよね。これでピープルがこの写真が3枚ぐらいになってたら、ちゃんと3人認識してますみたいな。怖っ。でさ、自分が気づいてないね、心霊写真が出てきたら怖いですよね。実はここ写ってたんだみたいな。ピープル怖っ。うわー、やっぱりこの AI の進化っていうか、最近ほんの尻階段とかも多いじゃないですか。あ、ありますね。そうそうそう、だからこういうことでなんか技術が発達したことによって、今まで僕らが知らなかったものが見えてきてしまうとかあるかもしれないですよね。ありえますよ。だからあのこの写真のタイトルはピープル怖っ。お前がこういう空気にしたんだから笑わないですよ。俺だからちゃんと今回タック TV レイディオでもう、わー出れる嬉しいなと思って、はい、こっち仕上げてきてるわけ、はい、もう怖い島田で行きたいのに、はい、なんかそういう感じにしてくるから、もうこっちもなんかブレてますの。これはでもピープル島田さんが上にこう上げたから。ピープル島田ってなんだよ。ピープル芸で同じ。ピープル芸ってなんだよ。こんなピープルは嫌だ。広くないか。でも急なんですけど、ええ、見てもらっていいですか。すみません。手相近いな本当に。頭脳線が短い。うるさいな。あ、 あと一個言ってもいい、はあ、あの今こうやってやられたけど、はあ、最近老眼気味で手相見えづらいんだよ。最近当てずっぽで言ってるかもしれないよね。こういう感じでいいの？いや、わかんないですよ。何が怖いって、あの、うん、こういう写真この後何枚も出てきますからね。いや、そうです、はい、まだあれですもんね、ジャブーですもんね。ジャブーって何？ジャブーでしょ。まず皆さんジャブー見ていただきました、はい、もうやめましょう。もうピープル一回忘れましょう。これなしでしましょう。もうピープルごめんなさい、すみません、僕がね、なんか気づいてしまった手前です。そうです、ね、申し訳ないです。気づいてしまったって言わなきゃよかったのにね、本当にね。まあそうですね、うん、でも絶対言いますよ。おもろいですもんだって。おもろいというか、それ別に皆さん見えてないんだから、別に言わなければスーッといけたわけ。いや、これをだっておもろいと思わない人はダメですよ。いやいや、そうかもしれないけど、別に言わなきゃいいわけ。こういう趣旨に沿ってないやつって本当にあのスタッフさんから嫌われるよ。何でもかんでも面白いが一番じゃないからな。いや、おもろいから。いや、読みたら顔もおもろいっすね。なんだよ、あのお前がそういうかっこいいマスクして俺これなんだよ。なんなんすかそれ。まあ、エイリアンのここみたいな。俺これでいきますわっつって黒いプーマのマスクしやがって。なんで俺これなんだよ本当に。株とかに漂白してつけました。いや、めちゃめちゃ貴重だから。めちゃめちゃ怒られるわ。だから減ってるんですよ、個体数で。毎回これ使い捨てだろ。島田さん、はい、今日心霊写真の話しに来たんです。お前が言うんじゃねえよ。俺が間違ったことしてましたみたいな空気するんじゃないよ。俺がもし編集するんだったら今のところ全然これ使えねえからな。全部使います、これ。使うんじゃないよ。皆さんすみませんで、ちょっとなんか熱くなっちゃってすみました。はい、じゃあ2枚目、はい、お写真、はい、見ていただきたいと思います、はい。これはですね、怖いのが好きなグループがいて、はい、で心霊スポットに行ったんですよ。で翌日そのみんなでホラー映画の試写会見に行って、その後ロビーでその監督さんとみんなで記念撮影をしたっていう写真なんですね、はい。で、まあ、その時には真ん中にパネルが立ってて、パネル、はい、まあ、その中で登場する幽霊のパネルを中心に監督さんとみんなで記念撮影しましたという写真に、なんかおかしなものが写っていたという、結構僕からするとね、画期的な写真なんですよ。画期的？はい。じゃあまずご覧いただきたいと思います、はい、こちらです、どうぞ、はい。あ、びっくりした。でしょ、そう、これだから真ん中パネルだから、あ、怖いですねパネルね。これもし本当幽霊だったらもう大事件だよ。
画期的とか言うから。違う、これじゃないから。革命ですよこれ。パネルだからこれ。これパネルですもんね。やっぱふざけてるよね。いやいやいや、一回笑うのやめよう。トーンがだってなんか。トーン。トーンが。俺26年このトーンでずっとやってるけど。いやもう芸歴26年で。早い早い早いですよ。あ、そうか。怖いのはちょっとゆっくり言った方がいいですからね。これパネルです。はい、はい、パネルがあります。探してみますね。探してください。え、この手ですか。あ、よく気づきましたね。このパネルの左側にね、女性の方がいますけども、はい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 、女性がパネルを持ってるのは分かるんですけど、持っている手の上に明らかにおかしな手が。本当だ。この手はちょっと不思議ですよね。いや確かに、こう内側からこのパネルを後ろから掴むような手の形してますね、うん、あ、手ですか。でこれちょっとね、なんかこんなの映っちゃったな。やっぱり前日には心霊スポットに行ってるし、はいはいはい、でさらに言うとやっぱこういう映画を見た後だから良くないのかなと思って、知り合いの霊能者さんにこの写真を見てもらったらしいんですね、はいはいはい、そしたらね、その霊能者さん言ったらしいです。いや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 、この手なんかどうでもいいから。どういうことですか。手なんかどうでもいい、もっとやばいものが映ってるよって。え、これでいい。そうなんです。ちょっとこれね、ヒント出しますけど、はいはい、後ろの方にエアコンがありますよね、左奥というか、はいはいはい、のエアコンの右上あたりをよーく。うわ、そうなんですよ。え、顔だ。めっちゃはっきり顔映ってるじゃないですかこれ。そうです。あ、ここ映ってると思ったら、実はさらにもっとやばいのがもう一つ映ってたっていう写真なんです。あ、すごい写真ですねそれ。写真ギリ持ちこたえました。ギリ持ちこたえました。ちょっと笑わせないで、今でもちょっとでも笑っちゃう感じになってるから。皆さんもこれから心霊写真撮れた時に、目立つ部分に、あ、これ良くないな、おかしいなって分かって、写ってるなって思った時に、そこで終わりにしないで、そういう写真こそもっと隅々まで見ると、もっとやばいのが写ってるかもしれない。この表情というか、なんかちょっと笑ってるように見えますよね。なんかこう苦しそうな表情にも見えますしね。霊能者の方曰く、映画がどうこうっていうよりも、やっぱ前日に行った心霊スポットが良くなかったんじゃないのか。いや絶対それですね。で実はこの女性手がね、うん、あのちょっと上の方にもう一つ映ってるように見える女性が今連絡取れないんですって。え、仲間でみんなでこう仲良くやってたんですけど、この後ちょっと連絡取れなくなっちゃって、今何してるかわからないっていう。え、元気とかあるんですかね。わかんないですよ。いやちょっとわからないんですよね、それも。もう良くないですよね、やっぱ運気とかの方から見ても。うん、心霊スポットでふざけるっていうのはやっぱ一番良くないって言いますよね。一番良くない。あの心霊スポットでふざけて良くなかったって話なんてもうめちゃくちゃあるじゃない。あ、ありますね。例えば、はい、まあ、これは僕の先輩が実際体験した話ですけども、はい、まあ、みんなでロケに行ったと。でその時に怖いなって言ってたら、あの AD の男の子が、大丈夫ですよ、あのこれつけてくださいって数珠をもらったんですって、はい、で本当って言いながら、まあ、半信半疑で数珠をつけて、じゃあ本番行きます、 3,2,1 スタートって言った瞬間に数珠がパーンって弾けたらしいんですよ、一人の芸人さんのね、はい、でうわ怖い怖い怖いってパニックになったら、あーやっぱりかって言うんですって、 AD さんも、はい、その辺で買ってきたら、ね、安物なんですよ。いやでも大丈夫です、僕一切そんな信じないんで、はい、何かあったら全部僕もらいますわって言ってたら、その帰りのロケバスでその AD さん亡くなっちゃったって。ね、体調とかね、疲れが溜まっててとかいろいろあるかもしれませんけど、そのタイミングっていうのもあって、やっぱりみんな良くなかったのかなっていう話もあります。絶対そういうのありますよね、うん、霊ってなんか科学的に証明できていくと思うんですよ今後。あ、はいはいはい、ここまで歴史があるものがただの言い伝えでしたとか空想上のものでしたっていうふうに終わるわけがないと。なので現時点では見たことがないんで信じてはないんですけど、うん、今後多分向こう10年ぐらいで霊の存在を正式めっちゃビビりだよね。いやいやいや、怖かったのに、ね、全く単純に横のトイレがガチャッと、いやいや誰か来たら挨拶しとこうかなと思ったのに。あ、そっちの方。そうです。あ、ちょっと、礼儀正しかったって方。あ、そうです、そうです。礼儀正しすぎて裏側すごい真面目だもんね。あのさ、もうさもう一個一個マジで意外にしろよ。待ち受けが自分が飼ってる犬だからって笑うのやめろって。島田秀平さんの待ち受けが犬、ブランちゃん。あんま意味が分かんない。ブランちゃん、ブランちゃん、フレンチブルドッグの。これは可愛いですね、はい、あの話もあったよ、心霊スポットでね、はい、やんちゃな男の子、はい、まあ、いわゆるヤンキーですよね、はい、その子が車乗って仲間たちと心霊スポットっていうか、まあ、森の奥にある廃病院に行ったらしいんですよ、はい、相方たちってなんかサンダル履くじゃないですか、はい、あのキャラクターとかの。なるほど、はい、でこうやってサンダルでそこ歩いて、で結構長い林道を歩いて奥に廃病院があると、はい、でそこの林道を歩いてる時に、そのサンダルの上のこう止めてる部分がパーンって切れちゃったらしいんですよ。なんだあれ、ふざけんなよっつって、そのサンダルを林の中にバーンって捨てたらしいんですよ。その後右足は裸足、左足がサンダルっていうので、ひょこひょこ歩いてって、
で心霊スポットの廃病院に入って中一周して、あ何もなかったな帰ろうぜ。でそこで気づくんですよね、あの一個だけこうサンダルあっても意味ねえなと思って、はい、でそのサンダルのもう一個を今入ってた廃病院にバーンってこう投げて、全然違う林の中と廃病院の中に一個一個のサンダルを捨てて帰ってきたらしいんですね。しばらくして1週間2週間後ぐらいにこの別の友達と、あそうこの前さ廃病院行ったんだ面白かったからさ行こうぜ、で、まあ、その彼が別の友達と廃病院行ったらしいんですね。で今度はその靴履いて行ったんですよ。で林道を歩いて、よしじゃあ廃病院入ろうと思ったら、廃病院の入り口の門のところに1週間前に自分が投げ捨てたサンダルの2つが揃えて置いてあったんです。全然違う場所の1つはもう林の中、もう1個はもう廃病院の中で、でそれをじゃあ誰がじゃあね集めてきてこう揃えるんだってのもおかしいし、でその揃えてる向きが病院の方を向いてるっていう、あ入っていく方で向いてるってことですね。そうですそうです。なんかこう直感的にお前これ入って病院の中入ってこいよって言われてる気がして、やばいやばいってその日はもう入らずに帰ったらしいんですけど、本当の話この方その後車の事故で足の下ぐちゃぐちゃになっちゃった。結構本当にもう骨とかも肉とかもっていう感じの大事故だったっていう。後味悪いですね。だって怖い話って後味悪い。そうなんですけど本当に良くないですね。だからやっぱり良くないです。良くないです本当に。行くのも良くないし、そう絶対ついてくるって言いますよね、霊感ある方は。その行ってついてくるのが珍しいとかじゃなくて絶対ついてくるんですっていう、それがどっかで払われてるっていうだけの話でっていう。だってあの女の子でさ、大学時代に心霊スポット行って帰ってきて夜中寝てたら金縛りになっちゃったんだって、はい、急にシリがもう一度行ってくださいってなったのか。ほうでえっと思って、はい、で金縛りになってるから怖い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 と思って、うわって必死に溶けて、はい、また次またピーンってなって、その時次にそれはあまり良くない言葉ですねって出てるから、何何何と会話してんの、何聞いてんのと思って、でシリって何の質問に対してそれを答えたかって分かるじゃないですか、履歴みたいに見えますね。見たらそこに殺すって書いてあったんです。だからなんか僕らは聞こえてないけど AI は聞こえてたって、 AI だけ感じてたっていうね。聞けば聞こうでやっぱそういう霊障とか、うん、島田さんは直接ないんですか。めちゃくちゃあったよ。え霊に何かされるとかですよ。でも本当ざっくりすごく言うと、なんかダムで、まあ、以前女性が落ちて溺れて亡くなってしまったっていうところで、まあ、ちょっと撮影なんかをしてたら、まあ、その後 Facebook に写真上げたら女が写ってるとかね。はい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 、はい、でその後肩がずっと重いなと思ったら、もう本当重かったんだけど、そこにびしょ濡れの女が指一本でぶら下がってますよっていう、本当にこう肩調子悪かった時期もありましたし、結構やっぱ定期的にぎっくり腰になりますし年とかなんじゃん。でもねシークエンス早友さんとかに、ほいほいほい、あちょっと今やばいですよ、足腰持ってかれますよって言われてる時期だったりしたんですよ。あと有名な神社で数珠作ってもらったら、それこそ届いてはめた瞬間にバーンって弾けて紐が切れたんじゃなくって水晶玉の一つが真ん中から真っ二つに割れてた。何それ。その写真も動画も見たい見たい。まずこうやって割れちゃってたっていうね。おかしいでしょ。一つじゃないですか。その時にですか。もう届いてつけてですか。そうですそうです。はめた瞬間に。劣化とかじゃないですよね。そうなんです。続いての写真いってもいいですか。あいいです、はい。はい。お願いします。ちょっとびっくりしてしまう写真なんですけども、これは、まあ、まずご覧いただきたいですね。はい、こちらご覧ください。ほう。ジムで、はい、男性の方が鏡張りなんでしょうかね。に向けて撮ってる写真。鏡越しで後ろにも鏡があってっていう感じですね、うん、はい、注目してほしいのが、はい、後ろにあのテレビかなんかのモニターがありますよね、はい、そこにこの男性の後ろ姿が映ってるんですよ。そうですね。ただよく見ていくと、あれこれこの男性の後ろ姿、いや違う、これ違います違います。これなんかこんな刈り上げてないし坊主じゃないし、何より映ってる後ろ姿タオルを首にかけてないんですよ。本当だ。じゃあ違う人、じゃあこれ誰が映ってんのって思うじゃないですか、はい、これでもすごく怖いんですけど、実はこれ連写で撮ってまして、この次に撮った写真、はい、もう一枚あるということです。はい、後ろに映ってるのがちょっと変わってるんですけども、はい、それがえは何これ、こう角度が違う、うわ、これ首吊ってないですか。くるんって顔、体が回って首吊ってるっていう、いやいや怖ー。これに関してはもう絶対に、いや完全に首吊ってる、後ろ姿じゃないでしょ、はい、横向いて、この写真は良くないでしょ。衝撃的な写真ですよね。いやなんかもうしっかりなんか1枚目には写ってなかった。あでもよく見たらなんか1枚目もね、よく見たら、よく見たら首にね紐がくっつけられてるようにも、この垂れてる感じ見えますね、うん、何なんですかこの角度変わるの、これすごいっすね、うん、こ
ここで何かあったんですかね、じゃあ。ちょっとわからないんですけども、ね、はい、こういう写真が撮れた。うわ、これ僕島田さんのチャンネルでも出しさせていただいたじゃないですか。僕が持ってる心霊写真の中でもトップ5ぐらいで怖いです。これ嬉しい、めっちゃ怖いな。ちょっと怖いですよね。ちょっと涙出ましたもん。おろろろろろ、いや怖い時なんかちょっとうるっとしません？きます。きますよね。あとサングラス外すと本当綺麗な目してるな。サングラスじゃないから、メガネだから。あ、ごめんなさい、メガネだから、ごめんなさい、ね、みんな言うけど。あ、ごめんなさい。室内でサングラスかけてるの何ですか？ちゃんとメガネって言ってください。メガネね。メガネ。目外すとすごい綺麗な目がしてるねっていう。いや違う、そうそう、ちゃんとね、うん、はい。最後ちょっと思考を変えまして、タックさん UFO 信じます？あ、僕そうですね、信じますね。まあでもね、正直もう UFO はいるかいないかっていうか、はい、まあ、まあそうですね、いる時代に突入してますからね。そうですね、うん、どんどんますます信憑性は上がっていってますもんね。アメリカのね、はい、もう海軍が、まあね、この写真どうなんでしょうかってこうやった時に、まあ、分かりませんっつって、はいはいはい、で、まあ、UAP っていう未確認航空現象ということで、はい、こういうものがありますよねっていうことにもなってるので、はい、宇宙軍なんかもできてね、まあ、だから UFO はいるんじゃないかなっていう時代になってますけど、はい、UFO が撮れたんじゃないかって写真なんですよ。UFO の写真です、はいはいはい、ちょっと笑っちゃうかもしれないんですけど、ちょっと一応これ何の合成もない写真なので、一応皆さんで判断してほしいってやつなんですけど、はい、まずね、ちょっと UFO あるあるがありまして、はい、UFO ってすごいエネルギー体なんで、はい、UFO が上空に現れたりするとその下にある家が停電したりとか、はい、電気施設がショートするっていうのは結構あるあるなんですよ、はいはい、でこれ実は東京も本当都心で今から数年前に大規模な停電があったんですよ、はい、渋谷区とか中央区とかが停電になって困っちゃったっていう、はい、都心でこんなことあるんだってびっくりしたんですけど、これ調べていくと埼玉県の新座市にある電気施設で、まあ、ちょっとショートが起きて、まあ、それが原因で東京の都心で停電が起きたってことが分かったんですよ、はいはい、それもびっくりだったんですけどね、はい、そんな埼玉の底があっておかしくなっちゃうと、確かにすごいですね、都心ストップションがみたいな。でまあね、その新座市の電気施設のショートって言いましたけど、はい、この日埼玉県上空で不思議な飛行物体を見たっていう目撃情報めちゃくちゃある、もしかしたらその日上空にいたことによってショートしたのかもしれないって話なんですけども、はい、で、まあ、埼玉県の大宮駅、はい、この日ですね、友人がまあそこにいたところ、はい、上空に変なものが飛んでるなってものを確認するわけですね。で慌てて写真を撮った時のものなんですけども、ご覧いただきたいと思います。ほー、これはなんかすごいですね。たまたま撮れたとかそんなじゃない、その経緯 が、はい、があって撮れた写真ですね。その日に撮れた写真です。ご覧ください。まずこちら、はい、大宮駅の上空、あの月が見えると思うんですけども、あ、これは月ですか？はい、あ、その横、横なんか点が見えますよね、はい、次の写真こちら、動いてますよね。確かに、あ、ちょっと右に移動してますね、右下に移動してますよね、はい、何なんだろうな、あの光の点はと思って、後ほどですね、この部分をちょっとズームしてみたんですけども、はい、その写真がこちらです。うわ、もう UFO じゃん , 笑っちゃうぐらい UFO だ。めっちゃ UFO、 UFO だこれは UFO っすわ。ちょっとだからもうあまりにも僕らがイメージしてる形すぎて、ですね、円盤型で、逆にちょっともう信憑性がないじゃんって思われちゃうかもしれないんですけども、もう間違いなくその友達は何にも加工もね、合成もしてない写真なので、まあその日に不思議なこういうものが空を飛んでいたのは間違いないっていう、いやなんか神秘的っすね、やっぱ形とか色とか、このちょっと青緑っぽい色とか、はい、こんな UFO ですか、こんな、まあ、本当絵に描いたような、ドローンなのかとかね、あ、まあ、そういう風に見えるのかどうか分かりませんけど、ちょっとね、でもこの日すごい目撃情報があったってことですもんね。はい、ありがとうございます。すごい素晴らしい。いや本当ですか、ありがとうございます。お見せできる量のやつで選んでいただいたやつで、そうなんです、ちょっとね、はい、まだ、いろんな兼ね合いで見せれないやつとかもあるんですけど、はい、それもやっぱやばいんですよね。そうなんです、いっぱいあるんで、またちょっと了解がね、選べる日が来たら、はい、これ紹介できたらな、なんて思ってます。楽しみですね、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫、手応えはないんだけどさ、合ってる？いや合ってます。本当？大丈夫、心霊写真のコーナーなんて。そうだよね。なんか他の部分全部カットしたらキュッとしたらいけるもんね。そうですね。今ので多分35秒ぐらいかな。撮れ高35秒。はい。ピープルのくだりはとりあえず全部なくなるんで。そうだろうね。あれはいらないよ。俺もわかるよ。いや入れますよ。おかしいでしょ。はい、でですね。はい、はい。今回ですね、もうこれ僕のメインチャンネル、ラジオの方なんですよ。すいません。いや、ありがとうございます。お邪魔しました。本当楽しかったです。もうタックさんにいつもよくしていただいてます。いやいや何もしてないですけど、僕の方ですよそれは。番組呼んでいただいて。いや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 。そっからいろんな方とコラボさせていただいて、うん、で今回ですね、なんと特別に僕の実写チャンネルの方も出てくださるということで、はい、そこでもお話、今日上がっておりますので、時間に、
はい、あとですねプラス島田さんのですねチャンネルですね、ありがとうございます、はい、島田秀平のお階段巡りというね、はい、あの階段チャンネルがありまして、はい、そちらでですね、はい、あのなんと初公開の心霊写真、はい、本当やばいやつ、厳重閲覧注意の写真をタックさんに披露していただいております、はい、勇気のある方だけご覧いただきたいと思います、はい、こんなもん日じゃないですねなんで最後そう悪ぶんのよ、はい、裏側めちゃめちゃ好青年なのに一回ちょっと踏み台にしようかなと思って、踏み台にこのあの心霊写真を引き立てるためのこの島だ、うんうん、まあ、そうね、はい、あのこういう写真もあったけどでもすごい写真ですからね、はいはい、そんなもんじゃないよっていう、うん、同じぐらいねあの写真を紹介しておりますので、はい、今心霊写真まだ見たいなという方はぜひね島田さんのチャンネルの方概要欄からチェックよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。もしも朝倉未来が駅員だったら、次はむちゃくちゃ新宿、次はむちゃくちゃ新宿です。降りの方はタクマまでお知らせください。降り口はめちゃくちゃ左側です。入り口付近のお客様めちゃくちゃ喧嘩してるやん。あんじゃあそこの黄色い線付近のサラリーマン2人対戦決定で、いやでもあの霧来週に出れますね。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。いつぶん殴られるんでしょうかね。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんなリクエストです。タカさんこんばんは。こんばんは。最近ネットフリックスで如月駅という映画見ました。個人的にすごく面白かったです。この元を調べてみると2チャンネルのスレッドから来たお話ということが分かって驚きました。他にも地図に載らないような駅場所ありましたら紹介してください。よろしくお願いしますということなんですけど、僕たちの世代でいくと如月駅はもう掲示板の怖い話っていう風にもう定着化してるんですけど、元ネタそうだったんだっていう若い方も増えてきたんじゃないかなと、ちょっとジェンシェンギャップ感じましたね。こちらの作品ですね、去年の夏前ぐらいですかね公開されて、最近各サブスクでも配信が始まったということなんですけど、見た方どうでしたか。これ僕まだ見れてないんですけど、この作品のあらすじとしては、2004年2チャンネルでハスミというハンドルネームの女性が書き込んだ内容をもとに映画化されたホラーサスペンスでして、主人公は大学で民族学を専攻する春菜という女性。彼女は卒業論文としてネット上で現代版神隠しと話題になっている都市伝説如月駅を取り上げることにします。調査していくことでハスミと思われる葉山澄子という女性の存在を知って直接会って取材すること。そこで異世界の如月駅へたどり着いた経緯、その後の出来事を聞き出す。この情報をもとに澄子が乗った時間と同じ電車に乗って何が起きるのかを検証しようとするというものでして、実際この昔の都市伝説のようなお話からここまで話が広がって映画化までするってすごいなと思いましたね。まだこれ見てないよって方はね、ぜひ見て感想を教えてください。ちょっともしかしたら知らない人もいるのかなと思うので、元々の掲示板はどういった内容だったのか、これ結構怖いんですよね。こちらですね、同じように2004年ですね、1月8日年明けですよね、の23時こんな書き込みが行われます。23時23分、いつも通勤に使ってる電車なのですが、先ほどから20分ぐらい駅に止まりません。いつもは5分か長くても7、8分で停車するんですけど止まりません。乗客は私の他に5人いますがみんな寝てます。これに対して快速電車だったんじゃないのとか、そもそも乗る電車間違えたんじゃないかと言われます。23時29分、ご指摘通り乗り間違えた可能性があるかもしれませんね。もう少し我慢してみます。またおかしいようであれば相談させていただきたいと思いますと返答。そしてその数分後、線路と乗った駅名はっていう問いと合わせて運転手が転換みたいな発作を起こしていて停車できてない可能性があると、いろんな仮説を立てられるんですよね。そして1月9日0時、線路は静岡県の施設です。ブラインドというか窓に目隠しがあって車掌さんも運転手さんも見えませんでしたとのこと。0時19分、トンネルを出てから速度が少し落ちました。普段トンネルなんてないんですけど。0時23分、止まりそうです、駅みたいです。0時25分、今如月駅に停車中です。降りるべきでしょうか。聞いたことも見たこともない駅なのですが。で、駅は無人で明らかに怪しいんですけど、彼女はここで降りてしまうんですね。この後も数分刻みでやり取りが続いて、近くには本当に何もないです。草原と山が見えます。でも線路を辿ってれば帰れると思いますんで頑張ります。ありがとうございました。ネタだと思われてもいいので、また困ったら相談してもいいですか。そして午前3時20分。ご心配おかけしました。親切な方で近くの駅まで車で送ってくれることになりました。そこにはビジネスホテルみたいなものがあるらしいです。皆様本当にありがとうございます。やはりこの時間ということもあって、こんな夜中に人がいること自体怪しいっていう返事がたくさん来るんですよね。ただ彼女は車に乗っちゃいます。先ほどよりどんどん山の方に向かってます。とても車を置いていく場所があるとは思えないのですが、全然話してくれなくなってしまいました。もうバッテリーがピンチです。様子が変なので隙を見て逃げようと思ってます。先ほどから訳のわからない独り言をつぶやき始めました。いざという時のために一応これで最後の書き込みにしますとですね、この書き込みを最後にこれ以降蓮見さんからのアクションは完全に途絶えてしまったんですね。これがただの釣り
りなのか、それとも存在しない空間へ迷い込んだのか、真相は闇の中ということです。で、他にもですね、この書き込みの10年後の2015年頃、話題のツイートをまとめたトゥギャッターってあるんですけど、キサラゲ駅を Google マップでルート検索した結果が怖すぎるっていうスレッドが立ち上がるんですよね。当時その SNS 上でも自分の家からのルート設定ができるって話題になったんですけど、ただこれ盛り上がったのはそこではなくて、実際にルート検索すると、検索結果にはキサラゲ駅っていう文字が表示されるんですけど、住所は静岡ではなくて、なぜか茨城県のつくば市天王台1丁目になるんですよ。この場所ってのが鉄道とかが走ってないような場所だったんですよ。さらにもっと不気味なのが、そのピンを指してる場所っていうのが筑波大学の敷地内にある池の中心になってたんですよね。実際ストリートビューで表示してスクショしてる人もいたんですけど、別に何もない普通の池なんですよ。ただそこにピンが刺さってるということで、池の中に異世界の駅があるんじゃないかといった話が広がっていくんですね。ただこれ今検索しても、静岡県の浜松市にある鷺宮駅っていう実名する駅が表示されるようになってまして、いつ頃から変更されたのかっていうのは不明です。じゃあここのね、鷺宮駅、これ何なのかと、やけん名前も似てるじゃないですか。実はここっていうのが木更木駅のモデルになった駅と言われてるんですね。実際に映画の公開前には一時的ではあるんですけど、駅名を木更木駅に変えたりとか、それこそ聖地巡礼してこの駅を目当てに訪れる人っていうのがちょこちょこいるんですね。今年の1月8日ですね、この日限定で新浜松からこの鷺宮間の切符と木更木行きと記載したレプリカの切符セットを1000組限定で販売したんですけど、たった1時間で完売したそうですね。こういった鉄道会社の協力もあってのことだと思うんですけど、やはり根強い人気がありますよね。っていうのも、こういった駅にまつわる都市伝説っていうのはこの日本でも愛されてるっていうのがありまして、他にも闇駅と片瀬駅ね、こちら2011年3月頃2チャンネルのほんのりと怖いスレその71ですね。ここに書き込まれた JR 九州の九大本線もしくは鹿児島本線に現れたとされる駅なんですけど、これを書き込んだのはとある青年、2005年の暮れ頃福岡市から久留米市へと電車で向かっている途中だったといいます。彼は道中何もすることがなかったんで、ずっと本を読んでいたんですけど、気がついたら周りのお客さんがみんな寝てて、その時変な奇妙さを肌で感じたそうです。そんな中、窓の外をふと見ると、ちょうど古い橋を渡るところで陸橋の下をくぐったら駅に着いていたんですけど、そこがなぜか見たことのない風景が広がっていたんですね。駅のホームは2つ、日本建築の古い駅舎とホームの柱には木更木駅と書いたプレート、少し遠くの大きな縦札には木更木の他には闇という一つ前の駅名と片須という一つ先の駅名がひらがなで書いてあるのが見えたそうです。なんとなく降りてみたいなと思ったそうなんですけど、久留米で約束があったんで降りることがなく、窓の外をぼんやりと眺めていると電車は発進、結局次の駅の片須には止まらずですね、長い時間走った後無事に久留米に着いたという話なんですけど、この話からこの闇駅、木更木駅、片須駅っていう3つの駅が何かつながりのある異世界の駅なんじゃないかと言われています。じゃあ最後の駅にまつわる話なんですけど、白子並駅知ってますか。これ2018年5月12日世にも奇妙な物語春の特別編、ガチャピンとムックが本人役で出演する回なんですけど、ガチャピンとムックの本人役ってどういうことですか。この物語、番組を卒業したガチャピンとムックが慰安旅行に出かけるんですけど、そのままいなくなるんですよ。そこでディレクターの岸本っていう男が失踪した2人を探して、この創作そのものを番組にしたいとプロデューサーに懇願する場面から始まります。まず2人の行き先についてヒントになるのが、失踪前に撮られた一つの動画でした。2人は九頭西駅っていう駅で自分たちを撮影して、ムックが都市伝説を話し始めるんですよね。それがですね、乗り換え案内アプリのジョルダンで駅名を空欄のままにして6月6日6時6分って入力すると、白子並駅連れて行かれて戻って来られなくなるっていう内容で、その後動画が不意に終了して2人がいなくなるんですね。なので岸本はすぐに失踪した駅に向かってこの都市伝説を試すんですけど、何も起こらないんですね。そして目の前には時刻表にない電車が到着、思わずぼーっと立っているとドアが閉まる一歩手前で駅員に背中をドンと押されて電車に乗ってしまうんですね。そしてすぐに気づくんですよ、あのムックが言っていた駅の名前、これを逆さまに読むと皆殺しになるってね。逃げようと電車内を走り回ってもどこにも逃げれません。そして肝心の2人も見つけ出せないまま電車は白子並駅に到着します。そして電車を降りると電車内にいる2人の姿を確認します。ただ電車はそのまま出発すると、暗闇から血しぶきを浴びた駅員が斧を持って近づいてくるんですね。あなたが入れ替わりのお客様ですねって言って振り下ろすんですよ。なんとか抵抗しようとするんですが、抵抗むなしく斧は振り下ろされ暗闇に包まれます。ただ次の瞬間、なぜかまた電車の中に戻ってることに気づくんですね。全てを悟ったのは次の駅に着いた時でした。入れ替わりの意味も、今起きた九頭西駅の意味、それは逆から読むと死に続く駅になるということ、そう、入れ替わりの誰かが来るまで永遠に死に続けるしかないというお話です。なんか言葉遊びの話だったね。私の名前も呼んでもらえますか。意外とややこしいやつだな。はい、と森田です。今回木更木駅とか駅にまつわる都市伝説紹介しました。いかがでしたでしょうか。これを機に映画見たいなと思った方、ネットフリー、アマプラ、サブスクで視聴できますんで見てみてください。はい、というわけで今日は以上。今回の感想とありましたら
メント欄お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。いやー怖いな怖いな、内側外側神奈川、この空気怖いですよね。さあ本日今回は横浜が出身ですと言いがちでおなじみ、中華街多すぎて悩んでる間に店閉まっていく怖いですよねでおなじみ、神奈川県の心霊スポット紹介だ。申し遅れました、私伊田里の神奈川万事と申します。以後お見知りおきを。んでもってまだ肌寒い夜にゾッとして帰ってください。オープニング、全国の特命さんこんばんは、シアの放送部ことタックです。さあ今日なんですが、人気企画都道府県心霊スポット紹介シリーズですね。今回ですねリクエストすごい多かった神奈川県版ですね。神奈川県もうしたかなと思ってたんですけど、してませんでしたね。横浜中華街コロナ前は結構行ってたんですけど、占い師もすごい数いらっしゃるじゃないですか。あの占いしたついでにその方たちにおすすめのお店聞くのすごいいいですよ。やっぱジモティなんでよく知ってらっしゃるんですよ。まあ占いは外れるけど紹介してもらったお店に外れないっつって、カス当てろ。すいません、早速いつものようにまずは神奈川県内で起きた怖い体験県南の方から行きたいと思います。早速です。これは神奈川県のとある心霊スポットで実際に起きた出来事です。この日 A さんは友達5人で1台の車に乗って心霊スポットとして有名なとあるトンネルに行くことになりました。運転席には K 君、助手席は B 君、 A さんは後部座席に乗り一同は出発。一同が向かうこのトンネルは不可解な事故が起こるという噂が絶えず、地元の人からは不気味な場所として恐れられていました。車を走らせることおよそ2時間、一同はトンネルに到着します。運転していた K 君はゆっくりとトンネルの中へ。すると次の瞬間、うわー！突然 K 君が狂ったように叫び出します。そして一同が前方に視線を向けると、前から青白い塊のようなものがゆっくりと近づいてきたんです。なんだあれ、ドラえもん、ドラえもん。そしてその塊は車のフロントガラスにドン、まるで人を引いたかのような音を上げてぶつかります。ぶつかった場所には無数の手形が。 K 君はここでようやく気がつき、アクセルを踏み込む。すると次の瞬間、ドン、車の上からまるで岩が落ちてきたような衝撃音が聞こえてきます。この時体のしびれのような感覚を覚えたといいます。しかし K 君は再びアクセルを踏み込み出口を抜ける。するとすぐにガソリンスタンドが見えてきました。一同はパニックになりながら車へ飛び出し、明かりがある方へと走り出します。するとすぐ異変に気づきます。助手席にいた B 君がなぜか車から出てきません。一同は車の方へ歩いて戻り中を覗き込む。すると B 君は両手を握ったままうっすらと笑みを浮かべ一点を見つめていたそうです。一同はすぐ異変に気づき声をかけますが反応はありません。その後地元に帰った B 君は病院に入院することになりました。彼は今でも退院できておりません。今でもあの時と同じ薄笑いを浮かべているそうです。はいと、ムードもいい感じに仕上がってきたところですね。本日のメインでございます。神奈川県の心霊スポット紹介ですね。まあ、今回体験談があった場所も入れておりますのでお楽しみに。早速です。一つ目、原切櫓。はい、こちらはですね、あの鎌倉市にある原切櫓と呼ばれている墓所でして、まあ、歴史に詳しい方ならピンとくると思うんですけど、ここはあの北条一族の集団自決があったとされている場所なんですね。まあ、これ何があったのかっていうのを簡潔に言うと、時は鎌倉時代、当時の鎌倉幕府の政権を握っていた北条一族に不満を持った後醍醐天皇率いる倒幕軍の総攻撃が行われたんですよ。でとうとう敗北を悟った北条高時はですね、当時この場所に立っていた東照寺でとうとう一族870人と集団自決をされたとされてるんですね。まあ、ちょっと塔が多いね。まあ、こういった歴史がある場所とされていて、実際にこの場所心霊現象がものすごい頻発すると言われていて、よくあるのが落ち武者を見かけたっていう目撃談が多いんですね。その他にも写真を撮るとオーブがねこう映ったりとか、まあ、この近くはすごいハイキングコースにはなってるんですが、この場所に近づくと、まあ、だんだん気分が悪くなってくるっていう話が有名ですね。まあ、ちなみにこの近くには霊所上域につき参拝以外の立ち入りを禁ずって書かれた立て札があって、まあ、結構そのぐらいね、まあ、神聖な場所でもあるし、ガチな場所だということで、くれぐれも心霊スポットとして冷やかしで行ったりはしないようにお願いします。次です。2つ目、三大橋。かわいいですね。みこちらですね、津久井町にある津久井湖、上にかかる大きな赤い橋があるんです。まあ、この津久井湖がですね、白山ダムっていうダムになってるんですけど、このダムの底には増設の際に取り壊した集落が沈んでいると言われてるんですよ。でまたこれが関係あるかわかんないんですけど、まあ、この橋はものすごい自殺の名所としても有名でして、橋から飛び降りる自殺っていうのが後を絶たないんですね。ここでの心霊体験談っていうのも調べてもらったらわかるんですけど、ものすごい多くて、湖の水面から火の玉、属性逆やかなこれ、玉ねぎする人間の腕が浮かび上がってきたっていう話だ。橋の上で白い影を見たっていう目撃談がすごい多いんですよ。であと余談なんですけど、ここの地元では橋のこの外側の部分をバイクで走って最後まで渡り切ったやつがいるっていう伝説
があるんですよ。いや、グラセフよくやったよ、サンアンドレアスの思い出。3つ目、小坪トンネル。こちら鎌倉市とデュク市にまたがるトンネルの総称でして、まあ、ここも結構メディアとかで取り上げられる、まあ、県内屈指の心霊スポットなんですけど、ちなみに冒頭の体験談があった場所ここですね。ここでは原因不明の交通事故とか不可解な現象が頻発すると言われてますね。ちょっと前にトンネル内の原因不明の事故っていうのはトンネル内で止まってクラクション鳴らしたりするからやろうって話もありますね。まあ、ここね、なんでこんな心霊現象起こるのかっていうのはちょっといろいろ説があって、このトンネルの上に火葬場があるんですけど、これがちょっと原因してんじゃないかって言われてるんですね。まあ、ここもね結構ガチの場所なんで冗談半分に行かないようにしてください。不思議な立地だなと思いますよね。まあ、別名がここは本当にヤバい場所って言われてます。次です、4つ目、厚木慶心病院跡地。はい、こちらはですね、まあ、全国で屈指の大きさを誇っていた最大級の廃病院です。今はね取り壊されて更地になってるんですけど、まあ、取り壊されるまでは関東ではものすごい有名な心霊スポットだったそうでして、噂によると手術に失敗して亡くなった患者の霊が出るとか言われていて、手術室からは痛い痛いっていううめき声が聞こえてくるって言われてるんですよ。まだ噂なんですけど、まあ、当時患者だった女子高校生が屋上から飛び降りたっていうような話もあって、まあ、制服を着た少女の目撃情報とか多いんですね。まあ、なんか取り壊された今でも彷徨ってる姿の目撃談があるんで、ちょっと雰囲気味わってみるのはいいかもしれないですね。ただね、取り壊すまでに結構いろんな歴史あったんで、ちょっと調べてみてもらったらいいと思うんですけど、結構いろいろ危なっかしい事件っていうんですかね、強盗事件とか起きてるので、まあ、地元の友達地元からしたら、まあ、結構有名な場所だそうです。次です、5つ目、マンダラ童話と。はい、ここもねかなり有名ですね。まあ、ここどんなところかっていうのを一言で言うと、武士とかの上流階級の人たちの集団墓地なんですね。まあ、特にここは鎌倉時代の戦で亡くなった武士たちが埋まってると言われています。危険な場所ということもあって現在では厳重に封鎖されてるんですけど、まあ、中にはですね、まあ、隙間から侵入してちょっとふざけたりする方もいて、まあ、行った人の間では落ち武者とか侍の目撃談がすごい多いんですね。また近くにですね、フェンスに囲まれた井戸があるんですけど、以前ここに子供が転落死する事件があったという噂があるんですね。また近くには結核患者のための施設とか火葬場なんかもあったって言われてるスポットですね。ものすごいそういったものがある場所なんですよ。なので訪れても勝手にフェンスの中に入ったりはしないでください。似たような言葉でマンダラゲってありますけど、そこはもう大好き。次です、6つ目、山の神トンネル。はい、こちらも全国的にすごい有名な新スポなんですけど、これね、ものすごいメディアに取り上げられてます。もうタイトルもここですね。通称バケトンと呼ばれてますね。ちょっと可愛いんかいって話ですよ。まずここ有名な話が、その全国でも有数の方位磁石が効かないゼロ磁場の一つとされてるんですよ。ゼロ磁場って言われてる場所、まあ、強力な力が宿っていて、あそこなんか空間がねじれてるみたいな話あるんですけど、ただこの場所に関してはいや効くよっていう話もあります。すいません。ただここの山の神トンネルも例外じゃなくて、まあ、肝試しで訪れた仲間のうち一人が突然姿を消したっていう話がね結構多いんですよ。またトンネル建設の際に作業員が亡くなったっていう事件が起こったとされていて、まあ、訪れた人の間で作業服を着た謎の人影の目撃談が相次ぐそうです。また有名な話で、ここを歩いてる時に肩を叩かれたら絶対に振り返っちゃいけないっていう話があるんですよ。いや無理やろ、絶対振り返る自信あるわ。まあ、ちなみにここトンネル抜けた先にはハイキャンプ場っていうのがあって、もうここもゼロ磁場なんですね。あーゼロ磁場ってなんなんと思いますけど、まあ、いろんな現象が起こるとされています。まあ、パワースポットも結構方位磁石効かないとかありますけど、まあなんか不思議ですよね。いずれ解明されるんでしょうか。ここも遊び半分では行かないでください。次です、7つ目、小机城市市民の森。こちらはですね、かつて小机城という城が建っていたとされている場所でして、ちょっとマニアックなというか、まあ、ちょっと変わった心霊スポットでして、まあ、戦国時代初期にですね、矢野氏と太田氏という方の衝突が続いてかなり多くの戦死者を出したと言われてるんですね。そのためかここを訪れるとなんか嫌な感じとか、ものすごい吐き気がしたりとか、子猫を抱いたすごい今風な洋服を着た女性の幽霊の目撃談がよくあるんですね。まあ、その他にも現代的な洋服を着た幽霊がよくいるとか。なのでこの場所にはいろんな霊が集まってくる霊道なんじゃないかなって考えられてるんですね。まあ、市民の森ではあるんで入ることは可能だと思うんですけど、まあ、夜遊び半分に行くのは注意してください。最後です、8つ目、荒崎海岸。はい、こちらはですね、どこすか横須賀っておなじみ横須賀市にあるとある海岸なんですけど、心霊マニアの方なら知ってるかもしれないんですけど、ホラー映画リングあるじゃないですか。あれの2の撮影中にリカコっていう謎の男の声が録音されていたということで有名な場所ですね。めっちゃマニアック。この謎の声の話が有名になってから、まあ、誰かがこの海岸について調べたところですね、以前ここでは恋に敗れた若い男性の焼身自殺があったっていう事実が発覚したそうなんですよ。まあ、この話が話題になって以来ですね、まあ、すごく肝試しに行く人がかなり増えたんですけど、まあ、訪れた人の間では男性の轟く声がどこからともなく聞こえてくるという体験談が多いんですね。また地元では海岸から昔から良くない場所という認識があるそうでして、まあ、地元民も、まあ、むやみには近づかないんだそうです。もし遊びた時後ろから声をかけられることがあるんですけど、すぐに離れてくださいということです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、やっぱこの神奈川県っていうのは鎌倉があるんでね、やっぱり歴史関係の心霊スポットすごい多い印象でしたね。まあ、まだまだ47都道府県制覇の道は遠いですね。次こそは我が県をという方がいれば、動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。次はあなたの県を紹介するかもしれません。
急なんですけど、最近起きた心霊現象なんですけど、東京駅の写真を撮ろうと思って撮りに行ったんですよね。そしたら多分最後まで行くの時の綾野剛が映り込んでるんですよ。ちょっと見てもらっていいですか、こちら。ほらー、見て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 、絶対これ心霊現象なんだけど。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。ちょっと自分で言うのも気持ち悪いと思うんですけど、ちょっとすごいいいのが撮れたんで、見てほしくて。一眼カメラの映像の方を触れる方っていうか、分かる方いたら連絡ください。僕と一緒に働きませんか。さあ、そんな求人も入れていく今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来ました。タックさん、こんばんは。こんばんは。最近オカルト番組が放送されなくなった動画見ました。放送終了した理由は分かったんですけど、その一方で当時どういった内容のものが放送されていたのかすごい気になりました。いろいろ調べると中にはクレームが殺到したものがあったと書かれていたんですが、具体的に紹介してください。 PS、 あの4万は幽霊に取られたのではないかと僕は思っています。ということなんですけど、違います、人ですね。ぶっ殺しますよ。こういう幽霊というね、科学的には説明できない不思議な現象っていうのはいるのかいないのかとよく議論になったりするんですけど、タックさんどっちですかって結構言われるんですけど、僕実はいる派なんですよ。ただ今はまだ見えてない派なんですよ。っていうのもよく考えると、今生きてる人間よりも亡くなってる人の方が多いっていうのがあって、でまあそうなると霊側から見ると僕らの方が少数派なんですよね。つまり僕らが霊と言っても過言です。これが数百年後かそれ以上かわからないんですけど、もっと先の未来、科学的に証明が可能になると僕は思ってるんですよね。皆さんはどうでしょうか。ただこの幽霊とかもそうなんですけど、実際以前までは心霊怪談オカルト、こういったものを取り扱ったテレビ番組って結構やってたんですよね。好きだった方僕含めいると思うんですけど、怪奇現象っていうのもエンターテインメントの一つとして楽しむっていう風潮がありました。ただやはりそれも時代が進むにつれて、ネットや映像技術とかテクノロジーの進歩があったってことで、いい反面がある反面ですね、心霊映像とか写真も簡単に作れるだろうと、そうやってやらせ疑惑であったりとか、あとは心霊話にしても視聴者から、まあ、こんな話嘘に決まってんだろ、誤った情報流すなっていうね、そういうクレームが来るようになりまして、結果心霊系を扱う番組ってのはかなり減ってたんですよね。もうエンタメなのにって話ではあるんですけど、これは話しても気づけばエンタメじゃなくなってったっていうのもあるのかもしれません。じゃあ実際具体的な番組挙げますと、実はアンビリバボーなんかもその一つでして、この番組自体はですね、ご存知の方多いと思うんですけど、世界中で起こった事件とか事故とかをドキュメンタリー調の再現 VTR で紹介するっていうね、ざっくり言うとそういう番組なんですけど、現在も放送されています。ただ昔の番組当初、1997年あたりから2001年頃はですね、心霊写真特集つって、視聴者から投稿された心霊写真を霊能力者が鑑定するっていうね、そういったコーナーがあって、これ僕もね、ほんと大好きだったんですけど、で視聴率も人気コーナーとしての評判もすごい良かったんですよ。ただこのコーナー、ある時期を境にパタリと放送しなくなったんですね。この理由に関していくつか言われてる噂があります。中でも特に多かったのが、とある放送回で紹介された数枚の心霊写真がきっかけなんですけど、番組ではいつものように紹介していったんですけど、ただこれらの写真ですね、撮影された場所、日時、被写体がバラバラだったにもかかわらず、どの写真にも背後に壺みたいな形をした謎の黒い物体と赤い影が映り込んでたんですよ。これを見た人がですね、放送後、これはただの心霊写真じゃない、アステカの祭壇だと、そういう意見が飛び交ったんですよ。このアステカの祭壇、何かというと、ちょっと逸話みたいなものなんですけど、これがかつて14世紀から15世紀の約95年間の間、メキシコ中部で栄えたアステカ文明というものがあって、ここでは神聖な心臓を神に捧げなければ太陽が消滅するというね、終末信仰と言われているものがある。ててコーナー自体がなくなったとされてるんですね。ギュッとまとめて言うと、地上波で呪いをばらまいた形になったんですよ。まさにアンビリバボーですね。続いて直近で話題になったものでいくと、心霊現象が映りすぎて放送禁止になった口を揃えた怖い話ってあるんですよ。これ面白いですよ。こちら2022年から TBS で放送されている、お笑いコンビのニューヨークさんが MC を務める霊能力とか怪談師といった方たちが口を揃えた全国各地の怖い話を調査して紹介するっていうホラー番組なんですけど、怪談系の方々とかが軒並み呼ばれてるんですけど、僕呼ばれてないんですよ。だから嫌いです。嘘です、好きです。この問題となった回っていうのが、去年6月に放送された特番で、今一番出るって言われてる場所、世田谷区の横沢プロダクション、このスタジオでインディアズさんが潜入旅行を行ったんですけど、もうあまりにも映ったそうでして、でもキムさんに至ってはもう肉眼で見たって言ってるそうなんですよ。ただ放送の2日前、霊が映りすぎてるからダメと、もうそっくりそのままの理由でお蔵入りになったって言うんですよ。これ結構いろんな人に聞いたんですけど、マジみたいですね。あまりにも映ってるから逆に作り物って疑われる懸念があると、仕込みだろうとかね、それでお蔵入りになったそうです。幽霊にも肖像権があったという可能性もあるんですけど、でもここまで言ったら逆に気になりますけどね、いつか公開されるのを楽しみです。あとまたクレーム系でいくと、去年3月に放送された特番、背筋も凍る怖い話なんですけど、これ謎の怪事件とか全国の不気味なスポットを紹介しつつ、それをドラマ形式でクイズを出題する、そういった番組で、新感覚ホラー番組とそう歌っていたんですけど、結果ですね、クイズとかに重点が置かれていたんで、従来あるような番組とはちょっと違うね、新しい切り口だったんですよ。これがね、なんかいまいち刺さんなかったみたいで、視聴者からは紹介するスポットに無理があるとか、まあ、どこがホラーやねん、
常識系の問題やめろと、そういった不満の声が上がりました。だからまあ心霊が無理ならクイズにしてスポンサーつけましょうかみたいな、だからそれがちょっと無理あったのかもしれないですね。じゃあ次ですね、放送事故系でネットで話題になったやつあるんですけど、これが2014年三重テレビのザ・ヒッツっていうね釣り番組の放送だったんですけど、途中で台風情報入って映像が切り替わった時にトイレみたいな場所で髪の長い女から逃げ惑う女性の姿が映し出されたというもの で映像自体はすぐ戻ったんですけど、ネットではいやお前今血まみれの女一瞬だけ映ったぞと一時騒然となりました。ただこの後ですね、ツイッターの三重テレビさんの公式アカウントが昨日のニュースの映像が紛れたようです、大変失礼しましたと投稿されて釈明したんですよ。実際これテレビ局側のミスだったんですけど、ほんとたまたまなんですけど、前日にちょっと怖めの映像放送されてたんですけど、それが一瞬映ったと、ただそれだけでした。ちなみにこの映像の場所なんですけど、ネット上では岐阜県にある柳瀬商店街にあった口先女のお化け屋敷、ここの施設内だと考察されています。ここ特定するのがすごいよ。だからそれならお化け役とお客さんの映像だと、そういった至って普通の映像にはなります。はい、ではここまでクレーム殺到した心霊番組とか放送事故紹介したんですけど、実際地上波で心霊系がやりづらい一つとして、やはりスポンサーがつきにくいっていうのがあって、っていうのも怖いのが苦手な方々がいるっていうのが一番の理由なんですよ。それが心霊系の CM を見ていくとわかるんですけど、まず白塗りの男の子あーでおなじみ呪怨ですね。これ2015年頃公開された呪怨ザファイナルの予告編がテレビコマーシャルで放送されたんですけど、放送開始からわずか3日で100件以上のクレームが配給会社とテレビ局に寄せられたそうで、一時放送は終了になりました。でその後一部差し替えられたというもので、問題となった元の CM っていうのが、最初にデカめの警告という文字とその下に心臓の弱い方はご注意くださいっていう赤テロップが流れてから、はぁ、はぁって息遣いをしながら恐怖の表情を浮かべる主人公の女性がゆっくりと振り向くんですよね。そしたらあーっとあの伝説の声とともにかや子の顔がドアップで映って、劇場で目撃せよってね、もう完璧すぎるテロップが流れて終わるっていう最高なんですけど、あの放送後ですね、朝から見て困った、飯が食えなくなった、子供が泣き出した、夜寝れないと、そういったクレームが殺到したんですよ。その後恐怖シーンの入ってないかや子なしバージョンに差し替えられて放送されました。しゃあないよな。このシーン現在アマプラのレンタルで体験することできますんで、気になった方ご覧ください。あとやっぱ最後海外のやつなんですけど、日本で放送禁止になった恐ろしい CM なんですけど、これ皆さん覚えてないですか。これが1993年に放送されたとある鉄道会社のコマーシャルで、6人の少年少女が電車ごっこしながら陽気に歩く様子が映されてるんですけど、最後の数秒間正面からの映像の時にだけ、まあ、一瞬なんですけど、なぜか6人目の男の子の後ろに下を向いた女の子映ってるんですよ。でこの7人目誰なんだということで苦情が殺到して放送禁止になったんですね。ただこれ実際どうだったのかというと、ちょっと謎解き問題みたいになったんですけど、まず最初の足元のシーンと次のアップのシーンの6人の並びなんですけど、最初の足元のシーンはスカートから判断して女の子は4番目と5番目にいるんですよ。ただ次のアップに移ったシーンでは先頭が帽子をかぶった男の子で、で2番目が女の子、3番目が男の子になってるんですよね。だからこの時点では先頭から男女男女女っていうことがわかるんですけど、ただここでシーン途切れて次木の陰から出てくる時には4番目に男の子、5番目に髪を結んだ女の子になってるんですよ。でまた最後正面から捉えたシーンでは4番目5番目がさっきまで全然いなかった少し背の高い女の子ともう一人の帽子をかぶった子供がいると。要するにこれ何が言いたいかというと、わかりません、冗談です。これ映像をつなげてるだけで、あの本当は中の子供を入れ替えたりして順番を変えて何回か撮影してるってものですね。それを違和感がある感じでつなげちゃったんで、前後とのシーンの辻褄が合ってなかったと。だからまあ7人いたという、そういう風に見えたんじゃないかということなんですけど、ただそうならなんで放送中止にしたんですかね。まあこれはただ当時見ていた人からするとですね、怖いが来てしまったということなんですけど、ただこの CM が当時どういった意図で作られたのかっていう真相が分かってないんですよ。なのでまあこのようにですね、怖くて寝れなくなったと健康被害を訴える方がいる以上ですね、なかなか地上波で扱うのは難しいのかなと思いますけどね。まあ関係ねえと思いますけどね。裏切る人間の方が怖いからよ。とはいえちょっといい提案を持ってきたんですけど、テレビ局の方々聞いてもらっていいですか。18禁枠作りません、地上波で。18歳未満の方はご視聴お控えくださいのチャンネルというかテレビ欄を作るってどうですか。そしたらもう18歳以上にしか売りたくない人もスポンサーに出せるし、番組の内容も18歳以上の方が見るというね、そういうちょっとコンプライアンスを一旦取っ払っての企画できるんじゃないですかね。まあでもクレームの大体が18歳以上らしいからな。まあ何とも言いませんけど、ぜひ皆さんが好きだった心霊番組あれば教えてください。今日は以上。今夜あなたの元にも訪れるかもしれません。あーこれめっちゃ下手。